自己分析。どうんちゃら篠原です。今回は就職活動の自己分析どうするべきかという話をしたいと思います。で、自己分析なんですけど、まあ困りますよね。俺誰やねんとってなった時に、まあ正直困ると思います。で、正直困るんですよ。困るんですけど、まあ、やるべきねことっていうのは正直見えてます。で、何をやるべきかっていうと、自分の長所なんですよね。これを探すことです。自分の長所を探してください。自分の長所ですね。俺はこれが得意だとか、俺はこれが好きだとか、自分の得意なこと、好きなことっていうのを探してほしい。で、これまでの人生パーッと振り返ってみてほしいんですよ。で、そうなった時に長所っていうのは自分が思ってる長所と他人から見てどうか、まあつまり客観的に見てどうかっていうのは違うことが多いです。で、僕はですね、まあ自分で勝手になんですけど、喋るの上手いと思ってるんですよ。俺は喋りに関しては上手いぞと、俺より喋り上手いやつってあんまいねえだろって自分で勝手に思ってるんですよね。勝手に思ってるんだけど、まあ、正直ね、そこがあんまり評価されることってないんですよね、僕は。で、どこが評価されるかっていうと、なんか努力家だねとか頑張り屋さんだねっていう評価されることが多いんですよ、僕は。で、そんな感じで自分の長所が、自分で見た場合、自分で見た自分の長所と、他人からですね、他人から見た自分の長所が違うことがあるので、これ両方ちゃんと、チェックしておいてください。で、どっちが大事っていうのはないです。で、僕は喋りが上手いと思ってるし、まあ、実際自分の動画見ても、あ、こういう喋り上手いなと思って自画自賛しちゃうんですよ、僕は。で、それぐらい自分で上手いと思ってるんですよね。で、そういうところがあなたにもあると思うんですよ。俺は冷静さだけだったら天下できんねんだよなとか。で、あるいは、なんか、まあ、人と仲良くなるのは上手いよな、自分なりに自分がこれは好きだ得意だと思っている自分なりのポイントがあると思うんですよね。自分なりのポイント。で、もう一個他人から見たポイント、まあ頑張ってるねとか、まあ努力家だねとか、そういうところ、僕だったらそうなんですけど、そういう他人から見た評価ですね。その他人から見た評価、これ両方大事です。で、両方いい感じでアレンジして書いてください。で、例えばですけど、僕はどうやるかっていうと、僕は努力家だと評価されますね。努力家だと評価された結果、YouTube の喋るだけの動画でこれだけ再生数伸ばしましたみたいな。例えばですよ、まあ僕は実際そう書かなかったんですけど、例えばそんな感じでいい感じにブレンドして書くのがいいんじゃないかなと思います。これがですね、長所探しですね。で、逆に、短所、これが裏返すと短所になります。例えばですけど、僕はですね、努力しない人の気持ちってあんま分かんなかったりしますね。なんで頑張らないんだってなった時に、頑張った方が絶対得なのにって思っても、頑張らない人に対して僕は何もしようがないみたいな。で、そういう、まあ悪く言えば冷たい人間です、僕は。なんで頑張らないの？頑張らないんだったらいいよ、お前勝手にやりなって思っちゃうんですよ、僕という人間はね。で、あと、喋りが下手な人、喋りが人に下手な人を見るとイライラするんですよ。なんでそんなつまんなそうな喋るの、なんでそんな面白くない喋りできるのって思っちゃうんですよ。で、これが僕の悪いところです。で、もう他人を攻撃しちゃうんですよ、僕という人間は。他人の批判をすぐに始めちゃうという悪いところがあります。なぜなら、まあ、自分がもともと上手いと思ってるし、で、自分自身も頑張ってる方のタイプなので、他人が頑張ってないのを見たり、他人が下手くそなのを見ると、特に喋りが下手くそなのを見るとすごいイライラしちゃうと、いう悪いところがありますよっていうことも書かないけど知っといた方がいいです。なぜなら聞かれるからね。あの、就職活動で多いパターンは、あなたの自分が苦手だと思うこと、ダメだと思うことを言ってくださいっていうパターン結構多いです。で、この時に、いや俺完璧人間ですってやつが来たら落としたくなるんですよね。なので、そうじゃないと、俺はこういういいところあるけどこういう悪いところもあるよっていうのを分かっておくといいと思う。で、大体長所の裏返しなんで、そこをね知っておくといいと思います。まあ僕で言うと、努力家だけど独善的みたいなね、そういう感じになるかなと思いますね。で、もう一個、自己分析、これ意外と書いてないことで、意外とまあ就職対策本とかで書いてないんで知っといてほしいんですけど、なぜその業界かっていう、仕事ですね、何を仕事にしたいのかっていうことの自己分析もした方がいいです。で、例えばですけど、僕はですね、銀行嫌だったんですよ。
なんで銀行が嫌だったかっていうと、町工場のおっちゃんのところに行って借金で苦しんでるところに、おら100万返せって自分で言える自信がなかったんですよね。で、銀行の仕事ってそういう仕事だってなった時にちょっとできないかなって思ったんですよ。で、あと、商社、総合商社、この商社マンで、総合商社って大体年収1500万ぐらいもらえるんですよ。で、年収1500万もらっても僕はやりたくないなと思う仕事って何かっていうと、アメリカ帰ってきて日本に3日帰って、中国で日本に一旦帰ってきて、でその後シンガポールって行ってきて戻ってきて、今度ネパールみたいな、どんどん海外に行っては日本に帰ってきて、海外行っては日本に帰ってきてってのは嫌だったんですよ。理由は、飛行機が苦手なんですよ僕飛行機苦手で、みんな正直ちょっとな、で、あんま海外にも興味ないんですよね。あんま海外にもちょっとなって思った時に、それを仕事にしたいかってしたくないんですよ。年収1500万もらってもそれ嫌なんですよ僕はね。で、まあそれがいいよ、あ、旅行好きだし、会社のお金でアメリカとかネパールとかインドネシアとかいろいろ行けるんだったらいいやと思ったら総合商社行けばいいんですけど、まあ正直僕はそういうタイプじゃないので、そういう仕事は受けなかった。で、受けたとしても、お試しです、実際に総合商社ってどういうことをしてるんだろうと思った時に、説明会行くために、行く権利を取るためにエントリーしたけど、エントリーシートを出さなかったとかね、そういう会社はありますが、まあそんな感じですね。で、逆にやりたいなと思う仕事何かっていうと、日本に貢献できる仕事がやりたいと。で、日本という会社が、社会がこれから生き残るにはもう IT だろうと思って、僕は IT 系の会社をいろいろ受けました。で、あと、個人的に興味がある会社ですね、任天堂受けました。で、あと、ソニー受けました。なんでかっていうと、僕ソニー好きなんですよね。ソニー好きで、そのカメラ、今収録してるカメラもソニー製なんですけど、それぐらい、まあ、ソニーが好きなんですよ。で、ソニーが好きだから、まあソニー受けました。で、エントリーしたけど、なんか選考始まるのがクソ遅くて、で、もうやめましためんどくさくて。で、そんな感じで、自分が何だったら飯食っていきたいのか、自分の人生かける価値があると思う仕事は何かっていうことを考えてほしい。で、まあ別に俺特にないなと思うんだったら、嫌いな仕事から探しましょう。嫌いで、これだけはやりたくないと思うことを探してください。で、そこからもう消去法的に残ったやつで、あ、いいかもですね、いいかもって思えるところをこう探してみてほしい。で、例えばですけど、僕は JAL とか ANA とか、そういう航空会社ですね。で、あるいは、まあ例えばですけど、車のベアリングですね、車のベアリング、タイヤの中についてるベアリングっていうのがあるんですけど、そのベアリングっていうのを作る会社、まあいろいろあるなと思ったんですけど、まあいいかもとは思ったんですけど、じゃあ一生涯タイヤ作ったんで満足かって言われた時に、僕はちょっと違うなと思ったんですよね。で、ベアリングってものすごく大事な仕事なんですよ。で、タイヤとかでも、例えばですけど、飛行機のタイヤとか、あれ飛行機のタイヤ止まっちゃうともう大事故じゃないですか。200人ぐらい全員死んじゃいますよね。飛行機が空港に着いたとか、そこでビシッと止まっちゃったら、もう全員もう大事故じゃないですか。あれがちゃんと回ってるから、航空事故っていうのはないんですよね。で、じゃあそういうやりがいのある仕事だと思える、それがやりがいのある仕事だと思えるか、実際のタイヤ作ってて、で、そのタイヤっていうのが何百人の命をもう当たり前のように守っているという現状を、作りたいか、それとも作りたくないかと思った時に、僕は作りたくないと思ったんですよね。そういう安全を提供するっていうよりも未来を作りたいと思って、僕は IT 系の会社を受けました。で、これはちょっとね、いいかもと思ったところで、その中でよりいいものって、いいかもと思ったもの、よりいいと思えるものですね、いいと思えるものを選んでほしいんですけど、まずは嫌いだと、自分はこれで食っていくのはちょっとなと思えるような会社を選んでください。で、そこは切って、その業界を切って、で、その後いいかもなと思えるところを見て、ちょっとこの業界はと思ったら、それも切って、いいな、まあこれだったらいいかなと思えるものを選ぶといいと思います。はい、ということで、今回はね、自己分析の方法について話しました。長所と短所ですね。で、特に長所ですね、これを見つけてください。で、自分の評価と他人からどう言われてるか、あるいは、まあ恥ずかしいと思いますけど、他人から見て、俺どこがいいと思う、素敵だと思うってことを聞いてください。で、あと仕事ですね、これで食っていっていいのかということを考えてみてください。
はい、ということで、まあこの動画を見てる人でベアリング関係の会社の人とかちょっとディスっちゃったし、あと銀行関係、商社関係ディスっちゃいましたけど、まあこれは僕個人の意見ですからね、あんま怒んないでください。まあ商社がないとね、明日から日本のスーパーに物並ばないし、で、銀行がないとですね、もう立ち待ち困る会社って多分世の中の会社の 99% ぐらいだし、で、あと、なんだろう、ベアリングね、ベアリングないと明日から車と飛行機動かないですから、もちろん、そういう会社が素晴らしいんですよ。素晴らしくない会、素晴らしくない会社なんてあんまないですから、ぜひね、どの会社も素晴らしい、存在価値はあるんだけど、どの会社も、その存在価値がありまくる全ての会社のうちのどこで自分の、人生を使いたいかっていうことを考えた上でどういう就活をするべきかということをチェックしてもらうと嬉しいです。ということで今回のはこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。これからもですね、そしてこれまでも僕は就職活動についてあるいは勉強に関して綺麗事なしの情報を配信しています。よかったらチャンネル登録してください。ということでまた次回会いましょう。